変顔は10年3発の目をするか4発目以降行くかっていう、渡辺くんはもともとはエリザ使い、そして今はアズセナ使うんですよね。確か弱体化しましたけど、アズセナと何か別があるのかな。ジョイフィリーはジャックです。ジャックかマードックなんですけども、マードックは鉄拳8出てないんで、ジャック1本なのかまた別のキャラクターがあるのか。ジョイフィリーはもともと音楽家なんですよ、演奏者、フルートとかだったかな、からの鉄拳好きでやってて、まあ、そっちで行くこともできたんだけど、プロゲーマーとの二択になってプロゲーマー選んだみたいですね。なんか普通にさ、そういう職業とか技術とか、まあ一回社会に出てね、仕事としてさ、きちんと向き合える、向き合ったことのある人は真面目にできるよ。その就職とかしたことはありません、ゲーセンで育っただけですっていう人がプロゲーマーになると、なんかやらかしたりする確率が高いんで気をつけてくださいね。全員とは言わないですか。そして日本戦初めて映りました渡辺、使うキャラクターはアズセナ、水着カスタマイズ、これ使えるんだ。このアズセナみたいに昔強かった弱体化しても使ってる系ってこれ結構怖いんですよ。使うジョイフィリューからしてみれば、使う人口がめっちゃ減ったのに、そのアズセナで言えば弱体化したと同時に構えからの当て身が強化されてるんですけど、何何何、すごいね。当て身強化のあたりとか、ジョイフーリーとかもう他の人全然知らないと思うんですよね。さあ全く弱体化したとは思わないアズセナですけども、やっぱ戦い方が変わってますよね。アズセナのこのスラッシュ、今初めて打ちましたけども、すっごいホーミング性能が下がりましたんで、あれだけ悪さをしたんでホーミング性能変わりました。近距離でキック2発系で1ラウンド目2ラウンド目とジョイフィリーをしょるように勝っていきました。シャガパンで止めていく、投げはきっちりと抜けて、これがこのホーミング今回ジャック強いですね。横へのホーミングが弱かったんですけども、あれがついてだいぶ楽になりました。前までホーミングで WP とか打ってちょっと危なかったですからね。ガードクラッシュ、ここまでつながる。あと何浮いたんだけど、なんかエフェクトが多くて分かんなかった感じ。あっという間にジョイフィリーが取り返してきます。相手にアジャストしてくるタイプですね、ジョイフィリー。2発目これ取っておくんですね。ジャック使いってこの2発目カウンターだとコンボに行くやつ系、最後のラウンドでよく使ってくるんで気をつけてくださいね。もう1個あるじゃないですか、なんかあのダーン、こんなんなるやつ、あれも最後の最後で使ってくるんですよ。たまらず生発動、アズセナのまだ残るでしょう。渡辺2発1発使えずに終わって、残るはレイジ、魂の 66RK、 ガードしてマイナス14も格感もらわなかったんですが、いやこれね、考えてる渡辺の気持ちも分かりますよ。1試合目2試合目簡単に取ったじゃないですか、ぐちゃって取ったでしょ。渡辺くん的には今1試合目2試合目ぐちゃって取ったから、その間の1試合目2試合目の時にジョイフィリーがどういうことをするとか、呼吸をどういう呼吸で守る、前に来るみたいなのを全然探れずに進んじゃったんですよ。でその後3ラウンド目3、4、5と負けたんで、自分がいいようにできないまま終わってるんですね。何やってんだよ。それでやんの、剥がすのかよ。何だった、何のためにやったんだよ。自分を落ち着かせるためにやったの。その隣にいる真顔のジョイフィリーが怖えよ。全然見てねえよ渡辺の方に。
何のパフォーマンスで勝たないままこれネタ用意してきたのにとかじゃねえんだよあれ今なんか大丈夫落としてなかった渡辺すぐできる。選ばれたステージは海岸線、ここに車を置いといたら錆びちゃうステージ。背面から失礼していって何か掴んだんでしょうか、それとも手探り状態で行ってるのか。結構技出していくスタイルなんでね、これはエリザからの感じでしょうか。こう今のパンププレッシャーだっけな、名前忘れましたね。パンプなんとか2発目ガードでしゃがみ状態でプラス14です。渡辺がなぜか14の角換を捨てて投げしちゃってましたね。何かのミスだったんでしょうか。ジョイフーリーが逆に渡辺の動きはこうだっていうのを掴んでしまってる感じがしています。ここでホイミング、同じとかさっきと同じところで動いちゃって、横移動してるな、奥移動してるな、掴まれてる、何か掴む、渡辺忘れろ、なんかちょっと帰ろうか、エリザ出せ、エリザ出さないと負ける、アズセナのまま行ったら負ける。あーもうちょっと何やってんのよ、もう今目隠ししろ、さっきの目隠ししたら勝てるかもしれない。ぐちゃられてるよ渡辺、ガードクラッシュたまらず発動、これは読まれている、きつい、きつい、折れちゃう、渡辺、ジョイフィーリューのアジャスト力が強すぎる。これ早いんだね、2発目しゃがもうとすると結構早くて引っかかるので出してると、大体分かる。ここから見て、ここから切っといて、この前ここからうまいのが2個ぐらい出てくるから、あれとか言っちゃったやばいこれタンメン、なんかめっちゃタンメン使ってんね。アズセナタンメンはこれ今ガードしてなかったけど浮くんで、ガードでマイナス15ある。うまいところ2個目じゃない、これちゃんと2個出てきたよ、氷河期世代にも。そうね、本当そういう何でもないご飯食べてまったりっていう時間がないんだよ俺の人生の中に、からなんかまったりしてるじゃんみんな。そういう若いカップルとか夫婦の知り合いとかもいるわけじゃん、まったりしてるところ見るとなんかね見ちゃうんだよね俺。あ、なんかあれ、あのまったりってどうやるんだろうみたいな、どういう気持ちで2人が今ああやっているんだろうって、俺あれやったことないんだよなってなっちゃって見ちゃうんだよ。なんかね、なんていうのかな、自分にないものを見ちゃうんだよね要は、あ、今の4発目失敗したけど横移動できる、左横移動できます。ペンの10連のベンベンの4発目は左横移動。やっぱり、ペン側は10連3発止めをするか4発目以降行くかっていう、ペン10連強いからさ、3発目で止めるとマイナ14、3発目で止めると10連3発止めがマイナ14で、4発目に行くと左横移動で避けられる。ただレオの場合避けた後に、これ鉄拳7でも同じだったけど軸がずれてるからあんまりいつもの正常コンボが入んないんですよ。なんでプラクティスで座学してこの時はこのコンボっていうレシピをちゃんと考えておくといいですね。まあどこでテッサを打つか、前ダッシュテッサとか攪拌みたいな、マイナ9与え、フェンがプラ9になったらテッサとか、何々テッサを打つかを見抜くといいよ。今の攪拌トゥースマの後テッサとか、ランクはもう打ってて、たぶいかけてまけない。